皆さんこんにちは、カズラブチャンネルです。さあ今日はですね、アバタ2と DJI ネオの比較動画をやっていきたいと思いますが、その前にチャンネル登録者数9000人突破ということで、皆さんありがとうございます。ドローンで撮影した映像がとても綺麗なので、皆さんに見てほしいということから始めたこのチャンネルだったんですけれども、気がつけばこのようなレビュー動画もさせてもらったりと、いろいろと行っております。まあ今後もですね、自分の好きなタイミングでアップするという動画になると思うんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。それではアバタ2の映像からご覧いただきたいと思います。見てください、このスピード感。やはりアバタ2はそれなりにパワフルでもありますので、 DJI FPV の機体までのスピード感はないかもしれませんが、これぐらいの広さで飛ばすという意味では十分なスピードが出てると思います。まあ、機体のサイズも DJI FPV より薄くてコンパクトめであるので、まあ持ち運びとか自分が飛ばすって意味でもそこまでのストレスを感じることなく飛ばすことができると思います。まあやはりこのアバタ2は FPV 機ということですので、できればこのマニュアル操作でこの浮遊感を楽しんでほしいなと思いますが、おまけで N モードでいつもの滑らかなドローン映像を撮りたいという場合は N モード、S モード、そちらを利用するといいと思います。多少の風でも機体はブレブレなんですが、映像自体は綺麗に撮れます。そのあたりのスタビライジングはさすが DJI すごいなと思います。さあ続いてDJI ネオの映像になりますが、もうご覧いただいている通り、これぐらいの広さになるとですね、スピード感の物足りなさを感じますし、機体がそこまで風ってこの日吹いてなかったんですが、結構ブレブレなんですよ。 FPV 操作していてもこれだけブレるっていうのはちょっと不安に感じるというか、まあ、制御できないとかそういったことまでのレベルの話ではないんですが、風の影響は受けやすく、やはりモーターのサイズに対してボディがちょっと重たいのかなという印象ですね。なのでこの日以降、海の上でこの広さの場所では飛ばしてないです。どちらかというと山の中とか狭い範囲内でネオの方は飛ばして楽しんでいます。そんなに広い場所を取らずに、こういった木の間を抜けるとか低く飛ばしてスピード感を味わうとか、ネオはネオのサイズ感に合う空間で飛ばすととても楽しく飛ばすことができると思います。 N モード、 S モードについてもですね、このような撮り方ができます。カメラがほぼ直角真上に向くので、ネオだからこそあのガードがしっかりついてるからですね、このように被写体に近づいても怖くないっていう意味も含めて撮影することができるので、ぜひそのあたりもお試しください。FPV という括りで言うと、アバタ2はやはりこのサイズ感から広い場所でも安心して飛ばすことができると思います。そしてアクロバット飛行などもですねできますし、それから風が多少吹いていても耐えることができると思います。そしてどうしてもネオはこのサイズ、まあ小さいといえば小さいですので、場所を選ぶとは思います。できるだけ風がない日で、そんなに広い場所で飛ばすような機体ではないかもしれません。まあただそのセルフィーという括りで言うと、アバタ2はそのセルフィードローンでは全くありませんので、気軽に誰でも送信機なしで飛ばすことができるっていう意味では素晴らしい機体じゃないかなと思います。 FPV にハマったとなればアバタ2に行ってもいいと思いますし、もし N モード、 S モードにハマったとなればミニ4とかそのあたりでいいんじゃないかなと思います。カメラの性能で言うと、やはりアバタ2の方が綺麗です。こちらはあの業務としても使えるレベルの映像が撮れるんじゃないかなと思います。まあ、通常のアクションカムぐらいのレベルでは十分撮れるという印象です。ネオの方のカメラももちろん使えないことはないんですけれども、まあ、D ログが使えないということもあって多少ノイズが乗りやすいかなという印象です。まあ、お値段のことを考えるとネオの価格でこれだけ撮れればまあ十分ではあるんですけどね。ガチなシネマチック動画を撮りたいとなれば D ログ M が使えるアバタ2をおすすめします。ということで、実際にこの2機を散々飛ばして個人的に気になった部分の感想を述べてみました。主に FPV くくりでの比較動画になりましたが、自分が飛ばしたい場所や広さで機体を選ぶのもいいかもしれません。何かしら参考になればと思います。最後までご視聴ありがとうございます。